やっぱ全然知らないっすね。でしまった。どういうこと。マジヤバくない今の。なんで。チェンジでございます。どこの部分よ。全部だろ。リュウ君とミキチとナオミンとタカヒロとシバジュキヤとクスーです。ボーカルメンバーです。よろしくお願いします。今回もこのお二人に来ていただきましょう。いいですか。うん、はーい、私はメンバーのアモンです。バーン。解散します。振るだけ振ったな。一番怖いなこの子。今回はメメ兄さんのお二人と一緒にですねやる企画は、はい、指定された人数の共感絵を共感ゲーム。おー。質問する人が1人、その他皆さんは回答側に回っていただきますと、はい、指定された数字、人数が出されますので、その人数ちょうどが共感するような質問を投げかけます。で、人数ぴったりだったらポイントがもらえるというゲームになりますね。はいはい、まあ、詳しい説明はオミクルンさんが。てかね、やったのよ。やったじゃんか。今回も罰ゲームがございます。これだけ言えって言われてる。ダメだった人、2人が罰ゲームございます。今回は共感ゲームということで、あるある探検隊のネタを YouTube ショートで1本渾身のやつを上げていただきます。バズることもない YouTube ショートを、なんてこと言うの、渾身の力で上げていただくという。レギュラーさんもやってないからね。ぜひぜひ頑張っていただきたいと思います。はい、では早速やっていきましょう。 GO! さあ、トップバッターでございます高弘くんでございます。さあ、僕らが人数を出しますので、はい、その、人数に当てはまるような質問をしていただいて、はい、正解かどうかっていうことになりますんで、はい、お題の人数発表しますって目つぶった方がいいってことですか。はい、はい、オッケーです。発表します。はい、今回は、あー、なるほど。で、これに当てはまるような質問をしていただくと。はい、それでは、はい、高弘くんの挑戦です。どうぞ。コーヒーか紅茶だったら紅茶。じゃあ、せーの。はい、2でいいですか。2だね。2ですね、これは。え、あげる。おー、おーなんでそれは。それはなんでしょう。なんか思い出したら紅茶好きって思ったよ。紅茶美味しい。そんな、じゃあ迷ってくるな。そんなことある。3でいいですね。じゃあ早い。回答は3ね。ストップで。それでは正解は3。何やっとんねん。ミユキさんが上げてくれた時すごい嬉しかった。ミスった、ミスった。もっと反応を見ればよかった。続いてのチャレンジャー、ナオミンちゃんでございます。それでは目つぶってください。はい、じゃあ今回の質問の回答人数こちら。ナオミンちゃんのチャレンジスタートです。今までの人生でアメリカに行ってない。おー、ない行ってない、行ってないことがない。じゃあせーの、うん、はい、バルだ。はい、3でいいですか。3ですね。じゃあ3でいいですね。ね、はい、じゃあ正解の人数はこちらです。ドン。この人。なるほどね。結構いたってことですね。結構いってると思ってたってことね。俺らを舐めてたってわけね。ちなみにりょうくん、いつ行ったの。中学生の時、家族旅行で行った。おー、サクサクね。なんで行ったの。フラッと一人で行ったんだけど。え、何。スーパーかっこいい。スーパー行ってる感覚。すごい。時期は高校の時、高校2年生の時の、学校の実習で。実習とかはそうなっちゃう。ということで、はい、なおみんちゃんは残念でございました。続いてのチャレンジャー、じゅきやくんでございます。じゃあ、人数の発表です。じゃあ、目をつぶっていただいて。今回の人数はこちら。それでは、ジュキヤ君の挑戦です。海外で1ヶ月以上生活したことがある人。
じゃあせーの。あるか。まあ確定で2人だ、うん、確定2人2ってことですね。じゃああいつがピンポイントマジかって言ったら外れてる。早いのよ。あんまりやっぱみんなのこと知らなかったってことですね。お前1やろだから。バレることある。じゃあ早速正解ですけど、正解は1人。いいや、ピンポイントでやったら。すごい姑息な手を使って外れるっていう。一番ダサいな。マジか。予想外だったわ。入り口が予想外だったわ。夏に重いな。やっぱ全然知らないっすね。続いてのチャレンジャー、みゆきちちゃんでございます。今回の人数はこちらです。おー、なるほどね。みんなのこと分かってますから。分かってます、これぐらい全然。それでは、みゆきちゃんのチャレンジです。ゴキブリを自分で殺したことがある。おー、なるほど。大将問わず、大将問わず、問わねえな。黒いから、だんだんそのゴキブリになんか見えてきた。黒くないよ。あのさ、自分真っ黒。一番真っ黒ですね。はい、というわけで、ゴキブリを自分で殺したことがある。せーの。はい。お、何人これ。これは4人。4人ないんだ。ないってことですもんね。そして正解は4人。おメンバーのこと大好きなんで何でも知ってるんですよ。嘘ついてる時のメロディーです。続いてのチャレンジャーはグッスーくんです。よーし、自信のほどはあります。どれぐらい自信あるの。どれぐらい自信ある。10で言ったら。10で言ったら100。色で言ったらピンク。今回の人数はこちらです。さあ、ね、できるのかね。それではクッスーくんのチャレンジです。みゆきちとあのんちゃんだったらあのんちゃん派。わーい。なんかアピールある。じゃあちょっとメッセージ立ってんのかな今。こういうことはなんかポーズ1個して。なんだ、私を選んでポーズ。何そのめちゃぶり。 YouTube ってこういうこと。うん、そうそう。ちょっと本当に嫌だよ。いつものポーズして。いつものポーズ。おい、もう今これでだいぶ上がりますからね。みゆきちかあのんちゃん派だったらあのんちゃん派だ。せーの。はい。おお、リアルな数字。そこはさ、みんなあげようよ。これも人数が問題なんですよ。そうですよね。そう思ってるってこと。この、そう、そう、これで1とかだったらね、そんな思ってないのっていうことですから。あのんちゃんに失礼だけどね。そうですね、確かに。ちなみに人数は6でございます。はい。この人、あるあるだけとやった方がいいですよね、絶対。めちゃめちゃ怖いですよ。そんな怒る。確定チャンスだと思ったんですよ。でも、1点取った。私はあのんちゃん大好きですよ、本当に。なので、これはクッスが全部悪いと思う。違う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 。これはずるい。これはだって確定チャンスだったもん。みんなが上げて6人でわっていう回だったのに、上げなかった3人がいけない。俺は俺だよ。これはこいつはマジちゃんと言ってた。マジちゃんと言ってた。マジごめんなさい。今なぜした。続いてのチャレンジャー、リュウくんでございます。よろしくお願いします。もうリーダー的な存在なわけでしょ。そうですね、僕は多分一番みんなの個人個人の情報は知ってる。うんうん、知ってるな。そうですよね。でもね、なのでこれ外したら、うん、リーダー失格です。はい。リーダーの座を。これ外したらリーダーやめます。重たくない、なんかさらっとイエーイとか来ようよ。みんなが真摯に受け止めてるの。まあ当たるでしょう。はい、そうだね。じゃあ目を伏せていただいて、はい、じゃあ今回の人数はこちらです。あー、いけるでしょう、リュウくんなら。ほう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 、大丈夫です。多分確実に2だろうなっていうところいきます。はい、あの数字を言っていた、言ってしまった。どういうこと。マジヤバくない今の。なんで。ああ、そのままやりますか。そのままいく。
やりたい。はい。でも一回でも罰みたいなの与えたいよね。なんかね。言うてるわ。でもそうですね。だってみんなちゃんとやってたのに一人だけふざけてたわけだから。みんなちゃんとやってた。やってたんでしょ。ルールを守ってたんでしょ。ルールは守ってた。みんな引いてるよ。相手が何でもいいって顔してた。みんな従わなくない。あ、いいですか。はい、早く伏せろよ。それでは人数の発表です。こちらですね。はい、大丈夫でしょうか。はいはいはい、それね、それね。数字言っちゃいそう。あんまないのよ、そういうこと。そこじゃないからな、このゲーム。それでは、リュウくんの挑戦です。自分は異性とイチャイチャしているとき、どちらかというと S である。あんまこういうこと言っちゃいかんかもしれんけど、すごく気持ち悪かった。あれね。異性と遊んでいるとき、自分はどちらかというと S である。せーの。ド M 集合。ゼロですよ。ちなみに人数は、3人でした。予想と違った。じゃあこの中に3人 S だと思ってる人がいたってことですもんね。はい、隠れ S が。ちなみに予想だね。では端からいきますね。端から MS で、はい、S。 あれ、はい、M。 ほう、S。 ほう、 S。 M。 M。 客です。 OM。 うわぁ、 M だ。なんだそれ。一番 S だ。もうめちゃくちゃ S なタイプ。リーダーとして大丈夫かな、うん、心配かも。だから俺に見せてる顔とそっちで見せてる顔は違うってことや。大事にしろよ。ずっと気持ち悪い。大丈夫。どこの部分よ。全部だろ。全部そうだった。カメラ回ってからずっと。さあ、続いてのチャレンジャー、しばくんでございます。お願いします。さあ、自信のほどはどうでしょうか。自信は正直半々なんですよ、うん、ほんほん。なんで、ちょっと想像で共感してほしいなと思いまして、なんか日常にあるあるあるじゃなくて、ちょっと頭をちょっと柔らかくしてほしいあるあるでいきたいと思うんで。ちょっとリュウくんいいですか。ゲーム楽しもう。なんかもういいや。じゃあ最後の人数はこちらです。はい、ああ、結構難しそうですけれども。難しいな。それでは、しばくんの挑戦です。作業は青色か黄緑色で言えば黄緑色である。うざっ。全部うざいやん。作業さしすせそってことですか。さしすせそが青か黄緑だったら黄緑だと思う。言ってらんねん。え、なんで言ってらんねん。想像でとかよくわかるよ。はい、では作業、さしすせそは青か黄緑かで言うと黄緑色だ。せーの。はい、いや、青だ。共感をしてくれたと。ちょっと嬉しいやん。自分の。はい、というわけで人数正解はこちらです。うわさあ、惜しかったですけど残念でございました。結果発表。さあ、楽しいゲームの時間が終わりまして、罰ゲームなるかどうかの結果発表でございます。結果発表。モノマネ芸人さんの方に寄せてよ。さあ、それでは一人目発表でございます。一人目の罰ゲーム者はリュウくんでございます。納得の感じで。いや、ガチで嫌やったな。確かにね、僕らが独断と偏見で決めさせていただきましたけれども、満場一致リュウくんだ。まずはリュウくんでしょうということになりまして、2人目リュウくんの相方を発表いたします。2人目の罰ゲーム者はクッスーです。嘘だ。
ね、あの6人をあの質問で外すという、そうです、亀裂も見ましたから、はい、あれを乱したということで、まあ、僕たち2人で、はい、レギュラーさんのあるある探検隊全力でやるので、どうか見てください。お願いします。お願いします、うん、ではまた次回の動画でお会いしましょう。以上、交通レンジャーでした。バイバーイ。チャンネル登録とコメントとグッドボタンとベルマークお願いします。最近雑になってなってないよ。本日はありがとうございました。ありがとうございました。すいません。絶対優勝するぞ。何を、ありがとうございました。何をっていいな今のいいな